息吸いながら、まあ、押していきましょう。地味だと思うだろう、はいはい、めちゃめちゃ辛いぜこれは夕食ですか。夕食は大概こうタンパク質たっぷりと野菜入ってみたいな、はいはいはい、家に炊飯ジャーとかないの。こんにちは、シトレイです。今日はですね、割とコメントの多かったあの体型維持ですね、うん、どんなことをしているかをちょっとお話ししたいかなと思ってます。まずはピラティスですね。私が通っているのは BMP スタジオというところなんですけど、赤坂店と虎ノ門店があって、今日は虎ノ門店に行こうかなと思ってます。というところで、BMP 虎ノ門店の夏野ちゃんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつも夏野ちゃんに教えてもらってるの。 A さんはどんぐらい通ってるんですか。週に入ったのは2月なんだけど、うん、あのパリコレミラノコレクションがあったから実質3ヶ月くらい。3ヶ月ぐらい、うん、なんかハマった。ハマりましたね最初はなんか分かんない内容やってたけど、うん、なんかこうスイッチ入る瞬間、うん、あ、ここの首のスイッチこういうことだとか脇のスイッチこういうことだって思った瞬間になんかね、ハマった、うん、じゃあ今日は何、今日何をしましょう。今日は側屈をするので、はい、上半身の柔らかさを柔らかさ、はい、作っていこうかなと思ってます。これはい、チェアを使います。チェアで左足をぐーっと伸ばしてもらって、うん、でこの後ろで小指とつなぎしてあげる感じ でこの後頭部で手をぐーっと押していきます。でこのままゆっくり手を伸ばしていきますね。横に向かって伸ばします。うん、OK。 そしたら息を吸って吐きながら側屈していきましょう。そうで、この延長線上に、そう、手根がこの、うん、そう、こう押していきますね。そしたら今度息を吸いながらこのバー押していきます。そう、ぐっと押していきながら、でゆっくり息吐きながら戻っていきます。うん、で手横まで戻っていきましょう。 OK。 ここが痛い。痛い、伸びてますね伸びる感じです。そう、おへそ前向ける感じにしてあげて、そうこのまんま息吸いながらバー押していきましょう。そうで、目線は少し下見ておきます。ナイス。吐いて、おへそから上に持ち上がる。そうこれどこ使ってるの。これは肋骨の間広げています。肋骨の間も筋肉があって結構こう硬くなってるんですよ、うん、で今ビヨーンって物理的に伸ばすことによって肋骨の間の筋肉が伸ばされてた感じです。なので立った時に左のなんていうのか、左半身がギューって引き伸ばされる感じというか、姿勢は良くなるよね。なります、ね、肋骨の間ギューって締まっちゃうとこっちに前に傾きやすくなるので、うんうん、肋骨の間ギューって広げるだけでもう肩がこう後ろに入りやすくなりますよね。あ、確かに。なんかこれをやった方がいいですか。それをやりましょうディディ、これ気になるでしょ。これ何ですか。これはマスターストレッチといって、はい、足裏を鍛えながら全身整えられるいろんなところをストレッチするシューズですね、うん、オイランみたいだよねある意味どこどこ、よいしょ、OK このまんまちょっとかかとを上げ下げしてみる感じ。ちっちゃくこうで吐いて伸びる。ナイス。吸って吐いて一回上に、あ、そう吸って吐いて伸びる。 OK。 ゆっくりかかとを下ろしていきましょう。はい、いいと思います。地味だと思うだろう、はい、めちゃめちゃ辛いぜ普通歩く時って人ってなんかこうただお膝曲げるから、このまま筋肉が一緒に上に上がっちゃうんですけど、マスターストレッチで親指下に突き刺して体は上に引き上がっていくので内側の筋肉がぐーっと引き伸ばされるんですよ。あ、伸びてる。そうだからマスターストレッチっていうんですこれ。そんなですかね。はい。じゃあ。確かに。運動で手一杯になってた気の利いた言葉が思い浮かばないというのはこういうことだなっていうでも他にもあるっていうことですか。はい、他にもあります、はい、いろいろあります。はい、次は食事ですね。はい、結構いろいろ気を使っているんですけれども、はい、私 そのタミヤンが体作ってることもあって、はい、私はそのタンパク質多め。タミヤン肉いっぱい好きなんだけど、はい、私はあんま肉好きじゃなくて、はあはあ、イカ派。イカとか魚とかで、イカ限定なんですか。魚派の中で今私の中で熱いのがイカってこと。これは栗原ともちゃんのレシピ、はい、あったかいイカなんですけど美味しかった、はいはい、
栗原ともちゃんは、はいはい、タムヤンも共通の友達なんですけど、明智くんも知ってますよね。そうですね、僕もあの撮影と編集させてもらってる栗原ともチャンネルぜひご覧ください。以上。嘘嘘。これは夕食ですか。夕食です。夕食ですか、うん、夕食は大概タンパク質たっぷりと野菜入ってみたいな、はいはいはい、炭水化物がないから。ないんすね、うん、毎回毎食ない。毎食ない。だって家に炊飯ジャーとかないもん。うん、マジっすか。十何年ないよ、うち。あげましょうか。大丈夫、そんな買えないわけじゃないから。ちょっとかわいそうなあれじゃないですよね。そう、あの上京者でじゃないから。ニトリとか行きます一緒に。今度カレーとか食べ行きましょう。だから食べないんだって。食べないんだってって言われちゃった。カレーいや、カレー自体は好きだよ。カレーも作ることあるけど、はいはい、ご飯なしのカレーとか。あとパンの時は食べる。パンは、あ、確かにパンね。パンはありにしてるの。ありにしてるさ。麺はないかな。しんどくないですか。いや、もう全然しんどくない。大丈夫なんですか。逆にその食べたくない、食べたいと思わないから、ね、イカの下にあるやつは何ですか。餃子とかありませんか。餃子もあるね。たまにタンメン買ってくる時あるね。アジフライみたいな。アジもう買ってくる時あるね。あ、惣菜屋さんとかスーパーで買ってくる。そうそうそう、うん、隣が何かのスープでしょうね。でもお酒は飲むんですか。そう、お酒飲むからお米いらないんじゃない、うん、まあ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 、そうかもしれないですね、うんうん、昼もでも食べないですか。お米、はい、食べない。麺も、も麺も、炭水化物はそこまで取らないかもっていう。違う日は鍋もすることが多くって、はい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 、鍋ってさ、野菜たくさん食べれるじゃん。まあまあまあ、そうですね。で、体も温まるし、はいはいはい、みたいな。タミヤンが肉好きだから、すき焼きのやつかな、すき焼きしようみたいになったんだと思います。確かに卵転がってますもんね。ちゃんとちょっと生活感が。そうですね、奥の方にすき焼きのタレって感じ。で、なんか作ってみたかったんですよね。ハンバーグがありますね。すき焼きとハンバーグってわんぱく子供じゃないですか。そうだね。通知表もらった後の子供だね。よくやったよくやったって。だってあれ、明智くんに食べた水ナスね、あげたじゃん。あ、はいはい、食べた。これなんですね。これこれこれ、明智くんにもあげて、美味しい、はいはい、これ美味しかったです、美味しかった。水ナスをこう裂いたやつです。そして次の日は、これは一皿で完結するオーブンですね。オーブンに野菜たくさん入れて、チキン入れて焼いたみたいな感じですかね。はははこれ本当こんくらいでっかいの、はは、ボーンって。で、二人で食べる感じですかね。それでその美ボディになるわけです、ね、ありがとうございます。一回謙遜してもらっていいですか。わかりました。そして、はい、他にも何かやってるそうです。他にやってるのはあれですね、ロングスローディスタンスクラブ。毎週土曜日朝8時代々木公園に集まって、代々木公園、はい、で、ロングスローディスタンスクラブは長い距離をゆっくりゆっくり、うん、早歩きくらいの速さで、ほんと息上がらない程度に長い距離を走りましょうっていうクラブに所属されてると。所属、緩やかに今写真に出てるような方々たちっていうことですね。そうですね、タムヤンも一緒、はいはいはい、タムヤン好きだから毎回言ってるけど、あとヤスさん、あとはバーバルさん。バーバルさん、うん、バーバルさん、このサングラスの方ですね。そうそう、はい、とおともりさんはバーバルさんのマネージャー、女性の方ですか、うん、はいはい、あとは若旦那。へえ。走る時は横浜から浅草、はい、浅草、浅草すごくない。すげえ。どうですか、走るとやっぱ疲れる。なんかでもその疲れが気持ちがいい。 あとなんか今まで自分のコミュニティにはない話とか聞けたりするから、ですごい面白いなって思った。なるほどなるほど。だから行きたいんだけど暑いのよ。ちゃんとね、ベッドの隣にちゃんとあのセットはしてあるのよ。セットをすって意識行くぞという、うん、すぐ着れるようにセットはしてあるんだけど、そこ手が伸びない。はいはいはい、手が伸びない、おかしいなおかしいなっていう。じゃあもう次からは着て寝てください。そうだね、でも起きてパッていけるように、そのままいけるように頑張ります。はい、今はですね、練馬区の中村橋に来てます。ボディラボという整体なんですけども、2週間に1回骨のメンテナンスに通っているので、先生は、ね、伊沢さんです。どうぞ。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。神ですよ、神。神なんですか、うん、すごいね、通い始めてから体楽になった。へえ。本当です。本当に。でも筋肉ついてきましたもんね。そうそうそう、うん、ピラティスも始めたから筋肉もちょっとだけついてきて、うん、楽になった。今日は1週、2週間に1回やってもらっていることをちょっと見せない、見せたいなと
今日口回ってないのはね、話飛んでもいい、うん、朝8時から走ったからロングスローディスタンスクラブで走ったから頭回ってないのじゃあ早速やってもらいたいなと思います。室内とかで座り仕事が多い人とか多いじゃないですか、はい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 、そうするとやっぱ首の骨とかもね、おかしくそのずれてるってわけじゃないんですけど、ねじれたままになるんですよ。そうなった時に例えば頭痛だったりとか、女の人だとよくあるのが不定愁訴、いわゆるそのなんだろう、更年期障害的なイライラする、うん、汗が出るとか、そういったものも、首ここがおかしいとやっぱりそのなりやすいんですね、うん、なんでその辺のあたりを今から整えていく感じですね。で、口を大きくかけて、また、戻して、よし、OK、痛かった。処置した後は結構目が見えます。はい、光がちゃんとキャッチできるんで、鼻さんが見えないのは、目見えるっていう、そのあたりもあるので、そうってね。ちょっと行きましょうか。次は読んでいきましょうか。さっきね、手で、手っていうか、手技の方で首を処置したんですけど、もう一回ちょっと首の方を器具使ってちょっとやっていく感じになります。すごい器具ですね、はい、バチンバチンって痛くないですよね、うん、びっくりするもんいつもねでもそんな痛くないですもんね。痛くはないんだけどびっくりするもん。びっくりする。で、これでこの頸椎をちゃんとまっすぐな方向っていうんですかね、はい、うん、不揃いになってこうねじれを正していく、正していく、はい、そうするとそのねじれがまっすぐになった時にこの首の筋とかも張らなくなってくる。今首やったんですけど、はい、うん、あとは下の方、背骨の方とかもあるので下の方、これでちょっと流していく感じですね。OK でございます。はい、ありがとうございます。意識高い姿勢、勝手にね、でもなんかこれね、やられるとそうっすよね、誘導していくんで、なる、はい、確かに確かに、別に頑張ってやってるわけじゃないよ、座りがいいとこがここって、そうするとね、テラピスしてても、しっかりとして自分が望んでるところの筋がつくはずなんで、この姿勢でやってテラピスやりながら、トレーニングとかしてくれるとすごいもっといい、はい、だということだと思います。いろいろご紹介してきましたけど、はい、意識高い動画大丈夫ですか？もうちょっと、ね、なんか、何ですかそのなんかトゲのある言い方、何ですか？こんな感じで編集すればよろしいですかね、じゃあ。悔しい。よろしいんでござんしょっていうかもしれない。感じでよろしいですか？この顔みんなに見せたい。みんなに見せたい。またじゃあ何か機会があったら。機会があったら、あ、これの運動良かったよとかあったら。はいはいはい。うん、やってみたいこと結構いっぱいあるんだよね。そうですね。いや、めっちゃなんか炭水化物食べさせたくなってる。なんで、なんで逆配りすんの？いや、もう悔しいかな。ね、つけ麺 400g に挑戦とか。何それ。やってくださいよ。嫌だよ。明智くんの好きなあそこの六本木のね。あと下北のカレーね。じゃあそんな感じ。はい。はい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。